皆さんこんばんは。こんばんは。世界のゆるいニュースをサクッとご紹介していくへんてこなニュース。本日最初にご紹介するニュースはこちら。動物保護施設が猫のトイレの名前を募集中。アメリカオハイオ州にある動物保護施設がバレンタインデーに向けてへんてこな募金活動を開始しました。ほえ、猫のトイレの名前を募集するというものだそうです。いや、猫じゃなくて猫のトイレかよ。しかもこの名前、元恋人の名前を募集しているそうです。ひでえ。猫のトイレは複数あるらしく、一箱あたり5ドルとのこと。恨みがこもってますな。ちなみにアメリカでは、複数の動物園でゴキブリに、元恋人の名前をつけて、動物に食べさせる企画もあったのだとか。恨みの発散の仕方が歪んでない。次のニュースです。44年ぶりに図書館に返却された本が話題に。44年だと。アメリカ・テキサス州の図書館は、先日、44年ぶりに本が返却されたことを公表しました。この本は、チルトンの自動車修理マニュアルという本で、同じ市の水道局によって貸し出されたとのこと。なぜ水道局が車の修理マニュアルを？ちなみにこの本、本来なら延滞料が1606ドルかかったそうですが、今回はお咎めなしとのことです。21万円の本だと。次のニュースです。58年ぶりに図書館に返却された本が話題に。イギリスの図書館は先日、58年ぶりに本が返却されたことを公表しました。自然にさっきのニュースを上回ってくるな。デビッドさん76歳は、1964年に図書館で自動車運転者のための法律という本を借りて、そのまま放置していたそうです。ちなみに交通違反から自分を守るために、法廷に出る前に借りたそうです。いや、罪を重ねとるやんけ。結局この本は、役に立たず、罰金を払う羽目になったとか。そらそうよ。ちなみに、この延滞料5万2400ドルは請求されない方針だとのことです。690万円か。そりゃよかった。次のニュースです。先日、同チャンネルのスタッフの生配信企画、ロイヤルストレートフラッシュ RTA の試行回数が、めでたく20万回を超えました。あ、これはいいや。みんなも借りたものは、ちゃんと返そうね。それじゃまったの。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。コメント欄から気軽によろしくね。それじゃ、まったのー。